足柄魅力発見隊市町村長歌自慢町自慢。ハロービューティフォーピーポー、クイーンズリードシンガーフレディ・マーキュリー大好き、神奈川県出身のスベリー・マーキュリーです。オーライ。さあ、スベリーは今回秦野市に来ております。秦野市の魅力、スベリーが皆様にねたくさんお伝えしていきたいと思います。バーイシーコ、バーイシーコ。まずスベリーが向かったのは権現山。さあ、権現山山頂に到着しました。ここでお話を伺うのは秦野市の観光振興課、森田さんです。はい、よろしくお願いします。こちらですね、権現山なんですけれども、はい、神戸山公園に含まれていまして、はい、千元山、権現山、工房山 の3つの山からなる、公園で、いずれの山も標高250メートル以下の、はい、ハイカーに人気の山になっています。登ってくる時にね、はい、なんかいろんな木々がありましたけども。そうですね、はい、両脇に桜があったりだとか、はい、もみじがあったりとかで、春にも秋にも楽しめる場所になってます、なるほど。とここで秦野の絶景を見られるという公園展望台に登る。風が、そうですね、風がだんだん。スベリーさん、はい、目を開けていただいてもいいですか？ OK ですか？はい、わかりました。じゃあ開けますよ。はい、うわーすーごーい。めちゃくちゃ360度しかも。そうです、360度です。うわー、圧巻の景色ですね、はい、そうですね。風も気持ちいいし、はい、ここ来て、はい、この写真とか撮ったり、はい、眺める方とか多いんですか？そうですね、写真を撮られる方は多くて、夕日の時間帯に富士山を一緒にバックに撮ったりする方もいらっしゃって、はいはい、夜になると夜景が綺麗に見えて、はい、夜景を撮りに来る方もいらっしゃるので、ぜひたくさんの魅力が詰まっておりますので、皆さん遊びに来てみてください。おい、はい、続いて向かったのは名水秦野富士見の湯。美肌成分として知られるメタケイ酸が豊富に含まれる天然温泉で、食事どころや休憩室などもあり、ゆったり時間を忘れて過ごせる施設となっている。さらに外に足湯、足湯ございまして、はい、こちらが無料に。おお冷たい。そうなんです、はい、これ足湯が、はい、足水になってまして、足湯、はい、はい、期間限定で8月の末までになってるんです、はいはい、はい、夏場は冷たいと。はい、そうなんです、それ以外の時期はあったかい。あったかい。へえ、これもだってそのあれですよね、はい、温泉の成分が入ってるっていう、はい、そうですね、地下から汲み上げた、はい、それこそこちらの温泉と同じメタケイ酸が含まれた、はい、お水になりますので、はい、はい、どんどんねこの温泉に浸かるだけでね、パーンと、はい、もう気持ちいいですね、はい、もうどんどん浸かるとパーンとこうどんどんパーンって感じ、どんどんパーン、あれどんどんパーン、どんどんパーン、セゲウィー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 ラトゥー。名水に癒された後は秦野のおすすめグルメをいただく。この四の目の特徴とか水車のやつね、ございますので、豚のそばを美しいものを引いて、豚のね、美味しい名水を使って、うん、そばを作って、石臼で引くと、はい、やっぱこうなんか味に違いとかもあるんですか？ゆっくりと引くので、なんか熱が加わらなくて美味しいおそばになるので、はい、お話を聞いていると、運ばれてきたのは季節の野菜を使用した天ぷらを楽しめる限定メニュー、季節の御膳。早速いただく。もう、うん、うまくりー。これはでもやっぱりそばも一旦で打ち立て、茹でたてと、でこのお野菜なんですけども、はい、ゴーヤ、かぼちゃ、ここにあるのは四角豆。ん、四角豆って珍しいお野菜なんですよ。はいはい、沖縄野菜だそうです。あ、そうなんですか、はい、もう秦野で取れる。そうですね、これ実は、はい、この従業員がお家で栽培してるやつ。四角豆って聞いてたんで豆が入ってるのかと思ったんですけど、といった感じではなく、そうですね、はい、もっと成長すると豆になるんですね、でも中は、中は本当に薄っぺらい豆なんです、はい、なんかちっちゃい豆が入ってる、はい、うん、なんか結構ギュッと詰まってて、ね、シャキシャキ食感がめちゃくちゃいいですよ、うん、うん、
美味しいお蕎麦、そして秦野の採れたてのお野菜、こちらで味わいたい方はこちらね、篠野目さんにお越しいただければと思います。美味しいお蕎麦を堪能し、続いては市長にお話を伺う。高橋市長にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします、はい、高橋市長から見たこの秦野市ってどんなところっていうのをまず教えていただいてもいいですか。秦野盆地、はい、県下唯一の盆地地形なんですね、はい、それでその盆地の地下には、はい、芦ノ湖の4倍の水量を誇る、はい、天然の水がめがあるんです。芦ノ湖結構でかいですね。でかいですよね。それの4倍の水量がこの地下にあるんですよ。それで、はい、その地下水は、はい、全国名水100選にも選ばれてまして、はい、大変水が美味しいですし、うん、はい、鶴巻温泉、はい、鶴巻温泉、これもカルシウム含有量が非常に豊富だっていうふうに言われてますし、はい、さらに県下で一番長い、はい、秦野桜道というのもありますので、ね、はい、だから丹沢、名水、桜、温泉などですね、はい、魅力、ま、満載の16万都市です。自由な時間とかは何をされてることが多いんですか。生まれも育ちも、はい、その表丹沢の裾野にある菩提というところで育ってますから、はい、休みの時にはよく山に登ってたんですね。お、はい、だからそれはもう今でも、うん、時間があれば、はい、山に登ったりですね、はいはい、私はね丹沢を極める会っていうのをね自分で作ってあ、ご自身で作られた、そう、はい、会員はほんの数名ですけど、はい、丹沢を、はい、いろいろこう登ると、はい、いろんなコースがありますから、それを極めようっていうのが人生の目標なんですよ。あ、なるほど。歌の方はどうですか。人前で披露できるような歌じゃないんで、はいはい、一人でつぶやきながら歌ってつぶやきながら家族からもね、はい、いや人前、お父さん人前で歌うのだけはやめた方がいいよっていうふうにね、はい、忠告を受けてますからね。家族からそんなこと言われるんですか。見どころみたいなものってあったりしますか。なんか人前で歌うっていうのは、はい、まず本邦初公開ですから、はい、ぜひそこをご覧になっていただきたいと思います。貴重な生歌歌唱シーンをぜひ皆さんとくと見ていただきたいなと思いますけども。さあ、じゃあちょっと最後ですね、この歌自慢、町自慢に向けての意気込みをいただいてもよろしいでしょうか。誠心誠意一生懸命歌わさせていただきます。ありがとうございます。楽しみにしております、はい、それでは秦野市の歌自慢、町自慢ご覧ください。どうぞどうぞ。日本一おいしい水がある秦野、そんな秦野で生まれ育った高橋市長が歌います。曲は北国の春。白樺青空みなみ風吹く拳桜の北国の秋、北国の春。季節が都会ではわからないだろうと、届いたおふくろの小さな筒に、ふるさとへ帰ろうかな、帰ろうかな。